テレ防災ラボです。どこよりも詳しくですね、雪予報を伝えております福テレ防災ラボです。いよいよですね、最強寒波がやってきます。えー、今日のメニューはこちらでございます。猛、えー、牛寒波ですけれども、福島県はどうなるのか。過去の寒波と比べて今回の寒波のレベル。 う,う今年もいくつか来ましたけどもそれと比べてどうなのかという話をしたいと思います、はい、でえ気をつけるべきポイントを皆さんに詳しく説明をしたいと思いますまずは皆さんと一緒に福島の季節を共有しよう、はい、ソラネットですけれども今日は青空が広がったんで、はい、青空と雪込みの写真が多かったですね。うんえー、東総合運動公園 イチョウ並木の雪景色が綺麗ですおなんか雪の花が咲いてるみたいですよね、うん、そして雪の花といえばウラバンダイも綺麗です、うん、そして超常連のマーチボックスさん、はい、え南相馬市宝蔵寺雪降ったってサスケねさあ2年目福島生活 <laughs> 訳してください。はい雪が降っても 大丈夫だ。そう,そうそう。<laughs> ね、なんかこの、ほら、ね、お,おじ、なですか、これ、この二人は。なんか楽しそうですよね。ええ、ねねね、もっと降れみたいな感じですけど、いや、もっと降ってほしくないよというのが。南相馬市、今年は雪が多いですね。運転する分には大変迷惑な雪でございまして、はい、会津若松市では。 濡れてるのかと思ったら凍ってるということであのブラックアイスに一部今朝も福島なってましたね、はい、雪がないところ黒いんだけどもこれ実は凍ってたというところがありました、はい、ただ日中は日差しが気持ち良かったですということで道路が乾燥してまして今路面が乾燥してるところは今夜はですね路面凍結の心配はありませんのでえー、皆さん安心していただきたいと思いますが,が明日なんですよ、はい えー、明日のこちの午後9時の気圧配置なんですけれども、はい、西に高くて東に低いこれは西高,西高東低の冬型で、はい、秋田の上空5000メートル氷点下43度なんですよ、はい、これなんで秋田の上空なのかというとですね実は高層観測しているのが秋田しかない、<ー>東北地方で,、はいでえー、秋田上空5000メートルの気温を見ますと先月、関越道で立ち往生発生した時ありましたよね。はい それから今年元日、結構強い寒波であの水道凍結したなんてレポートたくさん来てましたけどもその寒気と比べて長谷川さんどうですか上回ってるわけです、ね、上回ってるんですよ、すうん、なので前々回前回の寒気よりも強い寒波がやってくるよということになります、はい、でこの気圧配置に類似した気圧配置見つけました、2018年1月25日、はいうん、この辺りに何が起きたのか過去の VTR ご覧ください。 これ会津若松じゃないです郡山なんですよ地吹雪が発生そしてこちらです水道凍結が相次ぎまして水道凍結の件数なんとこの冬郡山で724件水が出なくなっちゃったということになりましたそして会津地方ではですね大雪に見舞われまして只見で2メートル超の積雪があったんですが つまりこれと類似した気圧配置ですからこれと同じようなことが明日の夜から起きるよねということになりますでは福島県の注意ポイントをまとめてみましょう会津山沿い除雪中の事故に皆さん気をつけてくださいなぜならば新潟県境付近おそらく日曜日まで2メー 2m を超える積雪になるということになりますそして 低温なんですよ今回、とにかく路面は凍結するしいろんなものが凍りつくんですけども気温が低いとですね雪粒が細かくなって舞い上がる低温強風物のホワイトアウトが発生する、うん、ホワイトアウト発生すれば当然高速道路通行止めになりますよね。はい、ということで渋滞や鉄道ダイヤの乱れだけではなくて暴風雪による高速道路の通行止めおそらく明日磐越道 それからですね場合によっては東北道、明日夜から通行止めのリスクがあります在来線もダイヤが大幅に乱れる可能性がありますどの辺りで明日かから乱れるのかはこの後のですね予報を見てご覧くださいえまず常磐線なんですが明日の夕方瞬間で20メートル以上の暴風になりますこれで、ね、もしかしたら鉄道止まるかもしれませんので、うん、え常磐線使われる方は早め早めの行動、帰宅があるといいと思います。 気温どうですか長谷川さんそこまで低くないでしょう。はい、実は日中気温が上がるんですよ、はいえー、10度近くまで上がりまして昼は斎藤さん寒波なんて言ってたけど来ないじゃないと思わないでください明日の夜から冷たい風が吹き荒れるということになりますそして中通りの北部です、えー、昼過ぎまでこちらも穏やかなんですが、はい、明日の夕方からですねみぞれが降りますこのみぞれを契機に明日の夜からですね えー、一転して冬の嵐に見舞われるということになりますで、雪の量どれぐらい降り積もるかはこの予報の後にですねお伝えをしたいと思います中通りの南部です、えー、明日午後6時以降急に氷点下になるんですよ、はい、だから昼間は5度以上上がっと暖かいんだけど夕方になると急に急激に気温が下がって万代熱海の周辺は吹雪になりますつまり万越道は通行止めのリスクが出てくるということになります会津地方です 藍津地方は明日の夕方から大雪横殴りの雪になる可能性が出てまいりましたでは明日の夕方からあさって朝にかけての予想降雪量冬型の時の予想降雪量ってすごく予報が難しいんですが、はい、相馬1センチ福島2センチと見ておりますが これよりも降り積もる可能性があるんですね。うん、で、明日の夕方のこのテレポートプラスでですね。私、また詳しく予想降雪量をお伝えをしたいと思います。あの、会津地方は大雪のリスクがあるということも頭に入れておいてください。週間予報です。え、この寒波ですが、明日の夜から金曜日、土曜日、日曜日と、えー、入ります。土曜日、日曜日の気温がすっごく低いんですよ。強烈な冷え込みになるというのが今回のポイントです。1個はこちら。 川氷、シベリア感じるシバレザム福テレ防災ラボでした